日本近畿地方京都府京都市左京区岡崎公園岡崎公園は京都府京都市左京区岡崎にある都市公園である。1895年開催の内国官業百覧会の跡地に開かれた公園。この地は平安時代に星正寺と六正寺と総称される六家寺の大寺が混流された古地である。その名は現在でも 各自の古地に町名となって残されている。1895年、岡崎地域で、平安戦と1100年記念祭と第四、海内国官業博覧会が実施された。この会場は、その後、平安神宮の境内として整備が進められていく。1900年、皇太子、吉人新郎のご成婚に合わせて募られた寄付をもとに、整備が進められていた。 平安神宮の境内に動物園の開設が決定された。工事は1901年に開始され、1903年4月1日、東宮後景時記念動物園が開園する。動物園開設後の1903年5月22日、司会で第四回内国官業博覧会場後の私有地が岡崎公園と称されることが決定された。この決定を受け、 翌1904年7月8日、道書が公園地に指定され、岡崎公園が開設された。その後公園には、1909年には、京都府立図書館が建設された。さらに、1928年の大霊記念京都大、博覧会の翌年には、大鳥居が新設され、1933年には、京都市美術館が開館した。 総霊を極めた王子の六章寺のランも、その後の戦乱で怪人に返してしまい、幕末維新の頃には、岡崎には、人家もまばらで、空き地が広がっていた。明治時代、東側に隣接する毛上げの地域に、琵琶湖疎水が引かれ、日本初の水力発電所が建設され、インクラインを利用した水運も発達すると、岡崎の地を、琵琶湖疎水の本流が整流するようになった。 1892年には、京都市の有力者が、平安戦と1100年記念祭と合わせて、内国官業百覧会の誘致運動を進め、会場として、正午院、岡崎周辺を想定した。1895年には、疎水の北側の地域を会場として、内国官業百覧会が開催され、賑わいを取り戻した。その会場後に造営されたのが、 平安神宮であり、その他、文化施設も建設され、1903年には、京都市議会が、博覧会場跡の私有地を、岡崎公園とすることを決議し、1904年に、公園が開設された。京都国立近代美術館、ロームシアター、京都京都府立図書館、岡崎、市電コンシェルジュ、京都市美術館、京都国立近代美術館、 ロームシアター京都、京都市官境館、岡崎グラウンド、京都府立図書館、京都市動物園、平安神宮など、京都の文化、観光、産業施設が集まっている。公園の南端、西端には、琵琶湖から引かれた、琵琶湖疎水の水路と、インクラインがある。この広範なエリアをしばしば、岡崎公園と呼ぶが、競技には、同盟の公園が、 平安神宮の南側にあり、テニスコートが隣接している。京都市は2015年に、観光案内所として、大宮交通公園に保存されていた京都市電1800系、電車1860号を移設し、同年12月5日より、岡崎市電コンシェルジュとして運営している。また、同年9月より、 再整備計画として、岡崎公園の中央を南北に通る、神宮堂の二条通、冷勢通館の車道を、プロムナード化した。ゴットフリード・ワグネル像大天記念京都博覧会、門中公園内には、ゴットフリード・ワグネル像や、大天記念京都博覧会門中などのモニュメントがある。ゴットフリード・ワグネルは1868年に、来日し、 1878年京都府に迎えられ3年間滞在した。その間、医学校で一般理科学を教え、また精理局で陶磁器、尻尾、ガラス、石鹸、ビール清涼飲料水などの工業化学製品の製造、合金、電気、メッキに関する技術の指導にあたり、京都産業の近代化に貢献した。この記念碑は1924年。 万国博覧会参加50年記念博覧会が岡崎公園で開催された際にはアグネルの功績を記念して混流された。毎年10月上旬に日本の京都市で開催されている祭り。京都市が策定した大学の街、京都21プランがイベントコンセプトの基本となっている。2000から2002年に財団法人大学コンソーシアム京都が主催して、 実施された京都学生フェスティバルが発展して京都学生祭典となった。京都桜よさこいは京都市役所前広場を中心に2日間にわたって行われる関西最大級のよさこい祭り。第8回からは平安神宮周辺の岡崎エリアに会場を拡大して開催する予定。桜舞う4月上旬に毎年開催されている。 第6回は延べ165チームが参加した。第7回は震災のために5月に延期開催された。2020年東京オリンピックの聖火リレーでセレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に 延べ535,717件の応募があったと発表した。ありがとうございます。